Wat? Nori? なんだ最後か。あれ割と普通。買ったな、ははもっと時間かかると思ったけど、なんならもう日付またぐと思ったけど、余裕よ、余裕じゃね。まだだよ。まだだな、これ。何をどうしたらいいんだ、これ。説明が何にもない。俺が来る前に終わってんじゃん。二次元さん、プレカイヤからタイムシフト見られるよ。前に8番出口やってるわ。異変コンプしないと。異変コンプは8番出口やったけど、これ何個あんのこれ、そもそもこれ。てかこれ何なんこれ。戻らなあかんのこれ。どういうことこれ。意味が分かへんねんけど、これ誰もおらへんし何をしてんのこれ。あの少年は普通車におるんでない。分からへん。車におる。戻って。あ、これは戻ったらいいの。そして誰もいなくなった。やることないから戻ってんねんけど、これ今普通車に。あの子は普通車か。でもグリーン車がうんぬんかんぬん、どうたらこうたら、へーたらけーたらみたいなこと言ったけど、あいつバカらせてやろうかなと思ったけどね。グリーンアイズおじさんドラゴンがいなくなった。グリーンアイズおじさんドラゴンいなくなったね。グリーンアイズおじさんドラゴンってないね。え、何、陣内はこれギブしたん？どうギブしたんこれ。え、結局ブレーキ押せてへんだってこと？この後ね。あ、この後か。嫌やな。やってたんや。YouTube でなんか。R とかで走れなかったかな。え、これ今走ってる状態。これ歩いとる状態。なんだ？起きてんねんけど、大丈夫？どっちのエンドを選ぶかで変わる。どっちのエンドを選ぶかで変わる。あ、なんかエンド1になった。なるほど。どうした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 。なるほど。この列車は止まることはなくってループしていたんですね。急に、なんや。どこ見とんねん。でもこの列車を止めることができて、ループもしなくなったってことですよね。いや、人身事故一回起きたんですけど、これ人身事故起きましたけど。なんか違和感。は？記憶がない。この列車に乗った覚えはないんですけど。とどまるんじゃねえぞ、ダンス。宗教の勧誘ですか。なんだこれ。黒いパーカーの男の子を見ましたよ。黒いパーカーの男の子なんておらへんだよ。弟さんを見ましたよ。弟さんを見ました。選んだら弟なんていないよ私みたいなこと言うんちゃう、どうせ。いや、黒いパーカーの男の子って誰だ。黒いパーカーやった同じちゃう。同じ。前は弟さんを見ましたよ、でしょうか。これはどちらでも。私の弟？ああ、直樹のことですか？直樹？田中直樹か。なんか直っていうじゃん。直っていうじゃん。なんか変に。あのガキがゲーム。マスター。か。あのガキがゲームマスターだ。それは多分直樹です。田中直樹。きっと記憶をなくす前、直樹と一緒だったのね。なんでここにいるのかとか、何か言ってましたか？
東蔵さんを一緒に探して直接聞きましょう。なんだ、海外のゲームが治って字書くとそうなるよね。ああ。なんか他の字もなんかところどころなんか変やしな。探すっていう字もなんかちょっと変やし。なんでここにいるのかとか、なんか言ってました。いや、特には。お父さんを一緒に探して直接聞きましょう。なんだこれ。いや、特には。そうですか。直樹を探さなきゃ。ここに来る途中に直樹はいましたか？いえ、残念ながらグリーン車側には戻ってくるときにお父さんいませんでしたが、他にご年配の男性いましたよ。え、なんだこれ、なんだ、3つの選択じゃねえのか。目から緑色のレーザーを発する人がいましたよ。いや、この、その人じゃなくて、年配って、あの、荷物取ろうとしてた人じゃないの。いや、上かな。直樹は普通車側にいるはずですね。うん。あれが80年後のガキか。よし。ここから出ましょう。は？あ、でも、ちょっと待ってください。よく考えたら、次にここにまた誰かが来る可能性がありますよね。ああ、ポーズ取れ。俺みたいに？そんなことになったらかわいそうです。この列車をどうにかした方がいいんじゃないですか？ループする列車、アニメか何かで見た気がする。あ、思い出しました。なんかの番組で、二人で反対方向にすごいスピードで走ってループを壊してました。そんなアニメあったの？どうですか？いや、列車はもうループしていないですもんね。そうやな、ブレーキを踏んだらループしなくなったんですよね。踏んだというか、なんか押したというか、なんというか。ああ、だったら一緒に発車させたらどうですか？無限列車編始まった。何を言ってんのこの人。両端から、私は普通車側に行くので、グリーン車側に行ってもらってもいいですか？それ事故らへん？大丈夫？はい、グリーン車、なんだ？選択肢がなんか青色ないけど。じゃあグリーン車側行く。一緒に頑張りましょう。急ぎましょう。またこの列車が動き出してしまう前に。さあ、ここが大事。ここ大事なの？ここ大事なんだ。俺がなんだ？え、ゼロ、え、なんでゼロなの？なんだこっちか。なんだこっちか、どっちだよ。わかんねえ。ここが大事言われたから。え、なんでゼロなのこれ。まあいいや。なんだこっちか言われてもな。なんだ？エンディング1。なんだ、ノーマルだよこっち。跳ね、これノーマルだ。びっくりした。そんなわからんて、どっちの選択肢がいいとか。ガキ見捨てた、バラ。いや別にどうでもいいんですけど、それは。あー、割と知ってる名前がいますんで。これがあのサポーター。もう一個だと大変な方。もう一個だと大変な方。ガキ見捨てた。名も名乗らねえクソガキを俺は、救ったりするよほどお人よしじゃねえんだよ。
お前の敗因、お前が死んだ理由は、名前を名乗らなかった。話の本筋もわからないままですがね。まあそうだね。意味不明や。もう一個も。まあ、別れるよなと思ったけどね。選択肢の方が青色やったもんね。めっちゃおんな。えぐいな。知っとる名前もあれば知らん名前もおるね。天、王半濁天。あ、ぶん殴られてる。なんで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 。何が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 。高一って言うんやって、名前男の子、牧野、女の人、いい島パンダおじさん。何の話してんの。これ翻訳？映画胸騒ぎポスター。サポートに興味、いや、サポートに興味はないですね。チラザーと。このゲームやっても面白いかもしれんね。これはゴールデンウィーク中に何個かやってもいいかもしれん。アイコンのセンスあり、かわいいよね。か、怖いけどかわいいというか、コアかわいいというか。スチームレビューでの子が、この人は何だ、日本人な。続きからがあんねんけど、なんだこれ。サポーターコンテンツもよくわからんしな。え？普通車、グリーン車、列車が止まった後。え、列車が止まった後でいいのか。うん。で、これ戻ったらさっきの会話になるんか。でいいんかな。そうそう。頑張って。頑張ってってなんやね。そんな難しいの。なんなん、どういうこと。イージーモードじゃねえからな。けど別にそんな怖い要素あんまなかったけどね。なんだこれみたいなのあったけど、多分こっから怖いんやろうな。いや、やば。こういうゲームでのネタバレは基本的に一発版なんで。今後も多分こういうゲームやるかもしれんから。ちょ、何回か情状酌量の余地あるみたいな感じになってるけど、見られば禁止。基本的にもう即番にすることに変更しました最近。どうも。で、これなんなん、これ、ど、白い選択肢はどっちでもいいんだ。なるほど。この列車は止まることはなくって、でもループン、あ、何気よ、この列、これはとりあえずさっき飲んで違う選択肢でいいんかな。私の弟、きっと、なんでここに。
なんだこれ、青い選択肢の時でしょ。そうです、ここに直樹はここから出ます。あ、よくかん、そん、この列車をどう、うーん、ループアニメ、あ、なんか二人で反対、どうですか。いや、列車ブレーキを、あ、一緒、両端、私はグリーン車側、これ俺グリーン車側じゃなくて普通車側っていいんか。そうですか。さっきの話だと弟は多分普通車側にいると思うんです。弟を任せることになってしまうんですけど、でも列車を止めることができたんですもんね。わかりました。では私の弟直樹のことは任せます。一緒に頑張りましょう。急ぎましょう、またこの列車が動き出してしまう前に。え、何それ、まるで制限時間があるみたいな言い方やめてくれよ。これでいいのか。でんでんでんてけてけてけ。2月9日に行くの日大好き。猫かわ。てけてけてけっと。はい。で、なんだ、てか、なんかトイレおらへんだっけ、トイレ開いたっけ、そもそも。え、てか、なんでこんな暗いの。まあいいや。六、え、なんだ、え、今六号車、あ、なんだ、暗かったんだ、どういうことこれ。え、またこれなんか異変があったら戻らなあかんのこれ。探す、停電かな、停電やめろ怖いんやから、ガチ停電したからやめてくれ。え、これ普通車こっち行くときこれ逆やったよね、これ。前は。え、俺は何をしたらいいのこれ。普通にあの向こうまで行けばいいのか。え、何腹痛間に合わへんだ。ちょ漏らしちゃったか。どこどこしてるやん、バラ、はい、よく見えんかった。なるほど、というわけで今日の配信はここまでということで、今日はこれで皆さん寝ましょうかね。もう11時半なんでね、ということでねどういうことやね。陣内と同じで草わらこの列車はでもループも何なん今の、うん、陣内声、記憶がない、陣内声どういうことやね。このれ、え、だからこれは何な、え、てかさっきの私の弟、
なんでここ。てかなんか椅子に邪魔されたんやけど、ぶっ壊すマジでこいつ。そうで、ここに来る。直樹はなんかこのおばあんに見えたけど気のせいかね。俺もちょっと待ってください。服の色一緒じゃなかった、なんか一瞬。よく考えた。そのこの列車をどう、うん、ループアニメ。あ、なんかの二人で反対どうです。いや、列車ブレーキを、あ、一両、またグリーン車が。しっかり見たいからもう一回殴もほされよう。さっきの話、音でも、あ、で、一瞬、また。ちょっと音下げるわ。なんか音クソでかかってんけど。なんやねん。もうほんまに。音量、1.0 とか 0.1 とかでいいんじゃん。0.3 でもだいぶひよったけどな、俺。だいぶひよったぞ、俺 0.3 でも。てか、音クソでかかったしな。クソうるせえ。ねえ、何やったっけ、さっきのあのなんか下痢弁のここで引き返すと真っ暗だったよね。ああ、そうだったね。これどうなんやろ、あえてグリーン車側に行ってみたらどうなるやろ。え、どこどこさん来る。戻れない。あ、戻れないもんだってこれ。すめえもん。なんやねんこれ。急に BGM となんかシフト走るみたいなのが出てきたからさ。下痢見ろってことか。これやろ、だから普通に追ってきてんのかな。どうなんやろ。読んでんじゃん。ガキの慣れの果てだな。洗練された動きしてんじゃん。ちょっと振り返ってみよう。迫ってきてる。全然緊迫感なかったな。くさ。何もなかった。迫ってきたり小さくなったりしてたね。振り返って死んでみようか。続きからあるんやったら。死亡臭。レイ、ゲームが好きな一人が来場しました。これね、どうしたいの。陣内声をめ、わら。これを陣内諦めた。陣内さん。なんなら差し挟まれるか沈んでみるか。なんかズオーってなんかドアのノブのノブというかその開ける取っ手口のなんかが反対側だったし。なんだ、止まったで。いいのか。グリーン車のグリーンアイに死んだのってあれじゃないの。知らないよ。何の葉っぱやねんこれ。真っ赤っかやけど、もみじでもねえしな、これ。出たけどこれ。
こっち？こっちか。お兄さん来たんだね。いっす。待ってたよ。お姉ちゃん起きたんだね。前に追っかけられたんだよ。直樹、無事でよかった。お兄さん、僕はもう大丈夫だよ。そうだ、お兄さんも一緒に来る？は？選択肢は1個しかねえよこれ。そうですね、来ない方がいいと思います。なんだか私たちに何が起こったか分かった気がします。どういうこと？心配しないでください、私たちは大丈夫です。それよりもう私たちは行きますね。え？本当にありがとうございました。さようなら。バイバーイ。いや、俺も降りてんだけど、まあ、君たちと同じ駅って言われたらちょっと微妙やけど。気がつきましたか？あなたは床に倒れていたんですよ。いや、違う、声ちっさ。目が覚めてよかったです。腹から声出せ。運よくお医者様が乗っていたんですよ。軽い静脈血栓塞栓症でした。いわゆるエコノミー症候群ですね。体を横にして足を上げることで良くなったようです。本当に良かったですね。この方は命の恩人と言っても過言じゃないです。列車が止まっているせいで救急車を呼ぶこともできなくて、最悪の場合も考えられたんですよ。列車が止まっているせいで、あ、人身事故起きたから。数分前に起きた人身事故。あ、その事故でこの列車はしばらく止まっているんです。失礼します、業務連絡です。事故には若い女性と少年が巻き込まれていることが確認されました。なるほどね。なるほどね。ちょっとそんな感じはしたけどね。そうそう。お、エンディング2だね。今かよ。降りちゃダメってとこでちょっと思った。うん。あの世で幸せに過ごしてください。いい話かな。パチパチパチ。さっきみたいですね。よくあそこ走り抜けれたね。ガッチマンよ。よくあそこ走り抜ける。俺が何年 FPS やってたと思ってんね。WASD の。こっちならなんか流れるのか。流れみたいだね。ガッチさんはホラー大好きだから。ガッチさんとか、AOAO とかあったね、MSST の。陣内さんスタッフと交代してもダメだったわらわら。マジで？俺が何年アバやってたと思ってんね。ふぅ。え、逃げられへんだってこと？他の配信で最後見てねって言ってたの草だった。諦めんなよマジで。え、けど俺の動きやばくなかった？あれが無言の本気ってやつですよ。座席避けが終わったら5は一直線よね。そうだね。もう俺もな、もうずっともあの座席避け終わった次のその何あの何号車とかその次のその車両で椅子動くなよ椅子動くなよって思いながら走ってたから。ずっとマジで。
前がないんだね。最後に座席動かしがあったらきつかっただろうな。あれはね、結構ギリギリやったもん。なんか沈んでったりとかなんか、ね、いろいろあったけど。怖すぎたマジで。怖えな。シラザードさん、トランマスターちょっと。スチームリピートお願いします。やめときますわ、ちょっと。最後の一世よけ簡単すぎわろだって書いておこうかな。一回見たら余裕っす。